ょっと惜しかったね。どうもありがとう。今日はありがとう。じゃあ私は帰るね。そんなことないよ。全然気にしなくていいからね。ねえ、今日はどこに行こっか。私、ちっちゃい動物って大好き。さ、行きましょう。ハムスターとかリスみたいな小動物って好き？よかった。私もなんだ。今日はすっごく楽しかったよ。じゃあ私は帰るね。いや、どうしたんだ、こんなところで。まあな、ちょいとばかし教室に用事があるもんでね。おめえと、ちょっと教室に忘れ物しちゃったもんでね。さてと、こうしちゃいられないんだ。さっさと用を済ませて
うちで寝直さなくちゃ。せっかくの休みだもんな。じゃあ、またな。どうせ心の中じゃ古臭い店だと思っとるんじゃろう。お前さんはまだまだ若造じゃ。渋さを語るには100年早いわい。おとといおいで。そんなことないよ。全然気にしなくていいからね。うん、そうだね。さあ、早く展望台に行きましょう。うん、そろそろ花火が始まる時間みたい。楽しみ。本当綺麗だね。ずっと続いててほしいな。うん、私もそう思うな。本当いいよね、花火って。ずっと見ていたいな。よっ、暑いね、お二人さん。見せつけちゃって。まあ、いろいろ思うところあってね。じゃあ、またな。今日から世界が違って見えます。
消臭インソールもついて超お得。さあ今すぐお電話を。ルミーノさん、こんにちは。よっ。ええ、これから一緒にお買い物に行こうと思って。へえ、エミと一緒なんて羨ましいだろ。もう、セリカったら。じゃあな。では失礼します。何か用？そう。じゃあ、もう気は済んだでしょ？泉ホタル。ありがとう。開けてみてもいいかな？嬉しい。最高のプレゼントだ。